ダンタマ祭下京20年9月8日は、中国新代中期の交渉学者。字は、若歌用。号は、しげる堂、しげる堂。説問会寺の解釈に、金字塔を打ち立てた人物として、広く知られる。詩人、供養学者として、有名な教授陳は外村にあたる。1735年、陳行付近断家生まれ、26歳の時巨人となったが、 会誌に求大することは、ついになかった。多摩平県地検、府山形地検となる。30代の終わり頃、四川省西北部で神奈川というチベット系部族の、反乱が勃発、新朝廷はすぐさま鎮圧に乗り出した。折しもこの時、ダンタマ祭は、騒乱地帯における軍事補給基地の責任者であり、鎮圧部隊の特例に当たったが、その一方でぼやひそかに陸上をん、陸昇音。 人指標の走行に手を入れていたという話である。その後46歳の時に職を辞して故郷に帰り、以後は自らの専門研究に従事した。29歳の時12歳年上の交渉家、大臣の治位を得て、その門下に入った。大臣は地理、数学、音韻に長じていたが、段玉祭は特に音韻学において、その訓導を受け、自らは、 司教に見える応印に着目した。司教の応印は、後世中国語の変化とともに不分明になり、後世の応印と不整合を生ずるものとなっていたが、古く壮大の手記羅はこれを可能印によって処理していた。可能印とは、司教素字などの古い因文文学で、印字が後世の応印に合わないとき、発音それ、字体を改変して、後世の印に合わせてしまうことを言う。 しかし、このような、謙虚な解釈に、後の学者たちは疑念を抱き、古い時代には、後の世とは異なる因が存在していたはずであると、民末の陳代が、孟子古恩公を、また、新書の古演部が、古史重部表を発表して、古代恩韻の世界にもようやく新たな地平が、開拓されていった。段玉祭はこれら戦学の異様を受け継ぎ、彼独自の方法論で、 司教当時の音化を推定して17の因目に整理していった。そしてその成果が41歳の時、陸上音、人指標として完成されたのである。ありがとうございます。